さあこの後引き続き、はい、韓国のステージを。そうでございます。続いて韓国のステージですが、出演はこちらもオープニングセレモニーに出演していただきました、はい、ティームの皆さんです、はい、根っこ根本という意味を、持っていますディームは、はい、韓国の伝統公演芸術を基本としながらも目まぐるしく変化する時代に合わせて大衆に親しみを持ってもらえる新しい創作作品を追求しています。韓国伝統芸術の新しい世界をここで楽しんでいただけるんじゃないかと思っております。まあ、伝統的なものを、ね、受け継ぐ、はい、次の世代に、しっかりと伝承するというのが大事ですけれども、はい、それだけではなくてそこに新しいもの、息吹を吹き込むというのが、うん、結構こう簡単そうで難しい。そうなんですよね。さあ今日はその新しい世界を、うん、ちょっと皆さんに見ていただこうじゃないかということで、皆さん大いに期待をしていただきたいと思いますよ。はい、まあ、オープニングでもね、はい、素晴らしい公演を見せていただきましたが、ここからは会場にいらっしゃいます一般でご参加の皆さんにもお楽しみいただきたいと思います。はい、では、ディウムの皆さんのステージですね、早速ご覧いただきましょう。どうぞ。どうぞ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
一緒に、はいはい、そのまさにですね韓国の伝統舞踊カンガンスンレを踊りましょうというイベントがまさに今この会場内のあちらこちらにその舞踊団の皆さんがいらっしゃって、はい、皆さんを巻き込んで今あの芝生広場の方でこれからまさにそうなんですよ、はい、皆さんここは恥ずかしがるところではありません、はい、もう好きなように体を動かしてこのリズムに乗ってカンガンスンレを踊っていただきたいと思います。お上手ですね、お上手ですよね、私も思いました、びっくりしました。ありがとうございます。このカンガンスンレもう一回やりましょうか。もういいですか。お願いします、お願いします。もう一回聞きたい。カンガンスンレですよ。おすごくないですか。古谷さんもできますよ、言ってみて。カンガンスンレ、ほらできるじゃないですか。かわいい。ちょっと私、首の動かし方がおかしかったですけど、ね、すみません。そう、このカンガンスンレですね、まあ、私たちももちろん、はい、そして今日来られている全ての皆さん踊っていただいて結構なんですよ。出演者そして出展者の皆さんも一緒にね踊っていただけて、はい、みんなで作り上げてこの会場を一つにしたいと思っております、はい、これからまさにあちらの芝生広場で盛り上がりますので、はい、ぜひ気軽に参加してほしいなと思います。お願いいたします。じゃあそろそろ始まる頃でしょうかね、うんうん、はい、楽しんでいただきたいと思いますが、はい。